喜んでいただきましたら、おいっちゃんめちゃくちゃ嬉しいって。最後に今日は普段一切やらないものを見ていただきたいと思います。これね、ひょっとしたら皆さんすごいと思いますよ。世界で初めて猿がなんと一輪車に乗るようになりました。1m50cm あります。はっきり言ってこれはめちゃくちゃすごいです。世界で初めてです。よーお、すごい乗った。ひょっとしたら皆さん猿が一輪車こうと思ったでしょ。そりゃだけ足が短い。でもおいちゃんは大道芸人、決してこのまんまはやめぬようなインチキはいたしません。今日はこのおいちゃんのこの長い足でおいちゃんが一輪車に挑戦してみたいと思います。本邦初公開、最初にお断りをいたします。一番前のお客様、いつでも逃げる準備をしておいてください。はっきり言ってこれはどこに行くかわからないという非常に危険な技です。いよいよ最後の昭和一輪車ショー。何で座るときこうするの。55歳の親父が、過去のことはお忘れください。今日初めて一輪車に挑戦いたします。万が一この一輪車が一歩でも前に進みましたら、皆さんすいませんが、みんなで盛大に万歳をお願いいたします。いや、おかしいかもしれませんが、これはおいちゃんの都合です。1回だけ練習いたしましょう。第20回九州大道芸祭り in 宗像、万歳。ダメ。はっきり言ってもうちょっと大きな声でお願いします。恥ずかしいかもしれませんが、みんなでやったらものすごく面白いです。全員でお願いします。せーの、結構素直でよろしい。さあ、調子が出てまいりました。手拍子で応援をください。速さこれぐらいです。せーの、見事踏み出すことができるでしょうか。